オワイン・グイネズ・オワイン・グイネズは、ウェールズのグイネッツ農で、ウェールズ公を称した。オワイン・アプグリフィズとも言うが、彼の名前オワインは日本語では、オーワイン、オエイン、オエン、オワインなどと表記されることもある。大、サウェリンと呼ばれるサウェリン、アプ・ヨルエルスの祖父で、サウェリンの覇権の基礎を築いた人物として評価されている。オワインの父、グリフィズ、アプカナンは、グイネッツの強力かつ著名な支配者で、アングルシー島を根拠地に62年の長きにわたる治世を通じて、ウェールズに大きな影響力を振るった。オワインは、兄弟と共に父を助け、1120年頃から盛んになるグイネッツの勢力拡大に活躍した。1135年に、彼らはイングランドと戦って勝利を収めている。1132年に、長兄のカドゥアソンが死ぬと、オワインは兄弟間の第一人者となった。1137年に父グリフィズが死去すると、すでに40歳ほどのオワインは、グイネッツを兄弟と分け合って継承するが、次第に兄弟を圧倒し、1143年からは、ウェールズ北部のほとんどと南部の主要な拠点を領有するに至った。イングランドでヘンリー2世が即位すると、オワインはイングランド王の総主権を受け入れ、1163年には王への忠誠の誓いと引き換えにウェールズの統治者として承認された。しかし、ウェールズの教会に対するカンタベリー大司教の権威は拒否し、1165年のウェールズ放棄にあたっては王の所有する城を攻撃してさえいる。オワインは1170年11月に死去した。彼の死により、息子たちの間で内戦が勃発し、グイネッツはオワイン時代の繁栄を失ってしまった。グイネッツのさらなる覇権は、オワインの孫、大サウェリンの登場を待たねばならない。ありがとうございます。